ペットボトルの中に不沈紙が入っています。このペットボトルを上に持ち上げると不沈紙はどうなるか実験してみましょう。ペットボトルを下げると不沈紙はまた再び沈んでいきます。ペットボトルを持ち上げるとこのように不沈紙が浮いてきます。そして下げていくと不沈紙が再び沈んでいきます。このペットボトルにはビニールホースがついています。これは水槽の水の中まで伝わっています。ペットボトルを持ち上げると水槽の水面とこの中の高さの差ができますから、ペットボトルの中の圧力が下がります。そうしますと圧力が下がって不沈紙の中の空気が膨張して浮力が大きくなって浮き上がるんです。ペットボトルを下げると高さの差が少なくなりますから、より大気圧に近くなります。そうすると不沈紙の中の空気が圧縮されて再び沈むということになります。